それでは相手に直接言いづらいセリフをですね、英語っぽく言って言いやすくしたいと思います。それではいきます。Her 鼻毛が見えてます。Her 鼻毛が見えてます。鼻毛が見えてます。ちょっとおしゃれな感じになって言いやすくなりますよね。Her 鼻毛が見えてます。ちょっと使ってみてください。続きまして、男の人が合コンの自己紹介で言いづらいセリフです。Moonshot Zeke Grosh 母さんが a lot of pants。Moonshot Zeke Grosh 母さんが a lot of pants。無職実家暮らし母さんが洗ったパンツ。はい、これ言い方のコツなんですけれども、この洗ったってところはですね、英語でたくさんのという意味のこう洗ったオブっていう意味みたいにこうたくさん洗ってもらってるんだよという気持ちを込めて言ってみてください。Moonshot Zeke Grosh 母さんが a lot of pants。 これは私のことなんですけど。次はあの田舎のおじいちゃん家なんかで言ってみてください。Cry bottom and Joey Stephen Wyon CowCry bottom in jail, receive an eye and cow. Cry bottom in jail, receive an eye and cow. これもまたコツがあるんですけれども、おいとうんこの間にちょっと間を空けると英語っぽくなります。Cry bottom in jail, receive an eye and cow. このようにですね、普段公の場ではとても言えないような言葉でも英語っぽく言うと言えてしまいます。例えば、Newlin, Newlin. Cry Newlin.これも私これ続きまして Inmo Inmo Just second Inmo Just second Inmo、ね、なんでこんなところにあるんだろうってところにいますからね、こいつね。皆さんも言いたいことがありましたら英語っぽく言ってみてください。どうもありがとうございました。はい、石井テレビさんでした。ありがとうございました。